こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本もようやく、そう、竜型潜水艦最後の逗留潜水艦が引き渡される今年、太平洋潜水艦進水式により、通常動力型潜水艦では、もはや、世界でもトップとなる、静粛性を併せ持つ。次期潜水艦の開発プロセスを、今回詳しく見ていきます。もはや、ペラが必要なくなるなんて、話もありますが、気になるのは、SLBM 搭載されるのかも気になるところだ。とあるイベントでウォータージェット方式というキーワードが出てきたのを知っているだろうか。ちょっと気になったので詳しく話していきますね。もしかその後の原子力をも視野に入っているのかな。日本には、現在、2009年造船の最強通常動力型潜水艦、蒼竜型潜水艦を保有している。そして、2019年7月に次世代潜水艦 29SS 型の開発に着手し、主に三菱重工業が従事している。設計の完成目処は2025-2028年で、実際に軍備に入るのは2031年頃の予定だ。あるイベントでウォータージェット方式というキーワードが出てきたのを知っているだろうか。今回はその詳細を説明する。2019年6月千葉県の幕張で開催された MASTアジア2019というイベントで、三菱重工業は新世代潜水艦 29SS のイメージ図を公開した。 30FFM で採用された統合コントロールシステムを潜水艦に採用しており、また時代を先取りした先進的な外観だったので、さまざまな推測をされることになった。内部では、すべての情報を潜水艦内一箇所の大型モニターに集約し、省力化を図っていた。従来の潜水艦と全く異なる新コンセプトの未来型潜水艦である。ちなみに、MAST アジア2019とは、海洋及び航空安全保障環境変化の下で、日本の対応地域の安定と防衛技術発展に資することを目的として、防衛装備、技術に関する展示フェアや論文発表などを行うとともに、海洋及び航空安全保障に関するシンポジウムのことである。いわゆる、海のテロ対策特殊装備展、SECAT のようなものだ。この一風変わったイメージ図に対する反応もたくさんあったが、特に目立って指摘されたことは、潜水艦の推進方式をウォータージェット、ポンプジェット方式にするではないかということであった。防衛装備庁では、ウォータージェット方式が研究段階に入っているという。証拠は何もない。つまり、キーワードだけが勝手に一人歩きしているような感じになっているということだ。世界でも潜水艦にウォータージェット方式を採用している例はかなり限定されている。ハイパワータイプの原子力推進型潜水艦にしか使用されていないというのが現状だ。
具体例としてはイギリスのトラファルガー級、アメリカのシーウルフ級などの攻撃型潜水艦がある。その他にフランスのルトリオンファン級、ロシアのボレー級などの戦略型潜水艦に採用されている。これらの潜水艦に共通するのは、すべて原子炉搭載の原子力推進型潜水艦ということだ。それを鑑みると、日本の通常動力型潜水艦がウォータージェット方式に変わる可能性はかなり低いのではないかと推測されている。そんな憶測とは裏腹に、ウォータージェット方式が注目を集めているのは、攻撃型潜水艦においては特に重要視される水中での高速性と静粛性、この2つが優れていることが広く周知されているためであろう。あくまでも推定値であるが、水中速力は前述したイギリスのトラファルガー級潜水艦は29ノット、アメリカのシーウルフ級潜水艦は35ノットとも言われている。海上自衛隊現有の最新鋭潜水艦である双竜型となると、水中速力20ノットと推定されていることから、やはり原子力推進型には追いつけないというのが事実である。現状日本では、最新鋭双竜型の次級である3000トン級潜水艦大鯨が建造され、2020年10月14日に命名、進水式が行われた。大鯨の名は、旧日本海軍の潜水母艦、大クジラから受け継がれた。この艦は、双竜型の延長線上にあるが、三菱重工業による新世代潜水艦のイメージとはかなり違っていた。公開された大鯨の図を見ると、現行型に比べてセイル形状が船体の型に密着して中央寄りになっていることがわかる。潜望鏡部分を除けば、魚雷をそのまま拡大したかのようなデザインとも捉えられる。大鯨の雰囲気は、日本の従来型潜水艦というよりも、ロシア海軍のアクラ型潜水艦に似ている。アクラ型潜水艦は、1980年代、昭和55年から64年に就役し、40年以上活動してきた潜水艦であり、長期就役期間からすでに退役が始まっていることを考えると、ロシアのイメージ図の先進性には驚かされてしまう。ウォータージェット方式の話に戻すと、一般的なスクリュープロペラ方式に比べると、やはり設計や製造は困難となっている。当然経費にも強く影響してくるのは確実だ。技術的経済的な課題があるのにもかかわらず、諸国がウォータージェット方式を採用する長所とは一体何なのだろう。それは前述した高速性と合わせて、機体の動作の静粛性という二つの利点があるからだ。加えて船体と月がを隠蔽できるフォルムとなっているため、これまで対応できなかった浅い水深でも推進することができ、火事も必要なくなるという点であろう。元来ウォータージェット方式は吸水噴出型であり、その勢いによって方向を変えるという方法を取ることができ、原理としては方向舵が不要になるのだ。また、高速性とは反するのだが、噴出する水の勢いを調節し、
短距離推進ができるようになっている。利点がある反面、ウォータージェット方式には低スピード時の安定性や操縦性に少々難点があると指摘されている。特に低スピード時の燃費が非常に悪いということもあり、搭載している艦艇の航続距離が短くなってしまうのだ。速度25ノット程度の場合、エネルギー効率の目安はウォータージェット方式が約 45% と比較して、通常のスクリュープロペラ方式は 20% ほどそれを上回ると推測されている。しかし速度が30ノットを超えると逆転するので、高速性を重視する。艦艇用としてふさわしいし、スクリュープロペラ方式で必ず発生する。キャビテーションも起こらないので、これも利点の一つと言えるだろう。キャビテーションとは、水圧によって発生する物理現象のことである。その現象によって気泡が発生し、艦艇のスクリュープロペラが劣化し、推進効率が低下するなどしてしまうのだ。また、深度が浅くても騒音を発生させてしまうことがあると言われている。潜水行動に際しては、敵に捕捉されないために静粛性が高めないといけない。騒音は絶対に出したくない現象であることは言うまでもない。ウォータージェット方式は、現状、原子力推進型潜水艦との親和性が高いため、国民をどうやって納得させるかが鍵になるだろう。